変身しろ、変身だ。重要な町だ。中隊を呼び出す。はい。損害を調べる。はい。チェックマットキング6。こちらチェックマットキング2。どうぞ。なんだ、休憩ですか。そうさ。いや、俺風邪ひいちまったらしい。誰かやられたか。レフコーイツが。レフコーイツか。で、負傷は。テイラーとオルセンがちょっと。グンソ、さっきのあれ見ましたか。庭にいた女の子。ああ、見た。あのひどい中で全然無傷なんて。ついてんのさ。敵さんがボカスカやり始めたら今度は終わりだ。チェックメイトキング2、以上。大丈夫か。確保しろという命令だ。俺はここにいる。お前たちは引き返して掃除しろ。はい、ドク、一緒に来い。はい。よし、行こう。まだいるのかい。いやけど生きのいい女の子のいるところは分かってんだ。あの庭見なかったかよ。すぐ行くぜ。
時々ゾッとすることあるな。戦争のど真ん中であんな身内切りのことあるかな。ばあさんもいるぜ。立ち逃してやろうぜ。花の庭で死ぬなんて悲しいよな。どこだって死ぬのは悲しいぜ。サンダース軍曹も本当かどうか見に来たよ。アシュルエルサントンフレイル。軍曹。いや、どうした。敵は見ません。そっちは。二人やった。あの連中どうします。立ち逃せるほかねえだろ。小隊長は掃除しろって言ったんだ。もちろん民間人もだ。さあ行け。ああこんにちは。俺のこの言葉わかりますか。あの私は分かります。昔ずっと前にアメリカの兵隊が。ここに誰かいるかね。他に。いいえ、いない。我が方は徹底的に砲撃したんだが、ずっとここにいたのかね。おいむいしゅ、ヤニーノと二人でここにいました。帰ってください。私たち残ります。いやそれはいかん。敵はまた引っ返してくるかもしれんし。我が方の大砲はどうぞ。全部北の作戦に出た。できる限り覚悟はしますが、敵が砲撃を開始すれば撤退せざるを得ませんが。判断に任せる。連絡は大佐用に。チェックメイトキング6以上。チェックメイトキング2以上。掃除は手がかかったか。いや、大して。民間人は二人ばかり。本部は何て言ってます。4時間以内に反撃があるそうだ。どうしてそれが分かったんです。コックリさんさ、捕虜の話だ。敵はこの町を奪い返して南北の戦線を強化するらしいぞ。どこ行く。例の民間人です。敵が4時間以内に反撃を始めるなら立ち逃さなくちゃ。まったく、あのままにしとくなんてもったいない話だ。お前には仕事があるはずだ。分かってますよ。町の掃除でしょ。でもさ、いいから行け。あの子はお前向きじゃねえ。だって女ですよ。行けと言ってるんだ。早くしろ。
ボンジュール。ベネ。アセイブ。ブザベレルファティギュ。ブポゼブ。ありがとう。ねえジャニーヌ。あんたに言葉が通じないのは分かってるがだ。分かってもらいたいんだね、ボッシュが、ドイツ軍。ボッシュが、ねえ、奴らまたやってくる。今度は俺たちも叶いそうにないんだ。今のこれ分かった？エトルトレジョルノ、ルギャルテ。ねえ、分かってくれないか、ジャニーヌ。俺と一緒に来てほしいんだ。ムッシュ。いいかね、ドイツ軍は4時間以内に反撃を開始する予定なんだ。今度は猛烈な砲撃で俺たちを追い出すだろう。立ち退いてくれるか。あの子この庭にいれば安全だと、そう信じています。私も信じます。じゃあ俺も信じさせてくれ。なぜここは安全なんだ。天にまします神が計り知れぬ英知を持って私たちをお守りくださるからです。そうなのです。私はジャニーヌの家の召使いでした。ある晩突然に家は消え去りました。奥様も旦那様もジャニーヌの兄弟も一人残らずあっという間もなく飛び散って灰に帰ってしまったのです。私が泣くとあの子も泣きます。でも神のありがたい慈悲によってあの子は何も覚えていません。ただこの庭にいれば安全だと信じているだけです。お分かりになりましたか。庭の外に連れ出せばジャニーヌは死ぬでしょう。分かっています。ジャニーヌは死んでしまいます。プンプン。ジャニーヌ、一緒に来てくれないか。頼む。おいで。守ってあげるよ。最高。いい子だ、ジャニーヌ。行こうね。さあ、行こう。そうだ。怖くないよ。そうだ。いい子だ。最高。怖くない。そうだ。そうだ。ジェミルさん、ネザランドステーシーじゃねえの。ネザランドステーシー。サーカルのオブレゾルモラン。ジブレステーシークトロンモラン。ロンノーサーカル。ロンノーアトコプリルラスト。さあ。これでお別れでしょう。エクトマライン、ソートランキー、ジュアラステイスペルトウト。新しい動きは。奴らが何をしてるか分かれば問題ないんだが、3時間半待ったが未だにこそっともやん。嵐の前の静けさですな。庭にいた女たちはどうした。兵隊がしきりに話しとったぞ。立ち退かんのです。そいつはどういうことなんだ。どうもこうも話してもダメなんです。石膏が返ってきた。早く上がれ。早くしろ。
どうだった？見つかりずに来ました。急砲を据え付けてます。じゃあ間もなく弾の雨が降るな。大砲はどうだ？一問も見ませんでした。急砲でも俺たちを追い出せるからな。ご苦労だった。現状維持だ。みんなに伝えろ。このままだ。このまま待つ。現状維持。現状維持だ。どうなんです？石膏の話だと旧砲を磨いてるそうだ。いい話だな。ああ、心配があるんですか？あのおばあさんが話してたが、あの子を外に連れ出すと死ぬそうだ。だがそうは言っても、あのまま残ってればどっちみち死んじまう。どうすりゃいいんです？わからん。どうしたもんか。来たぞ。まだ頑張るんですか？そうだ。どれだけ激しくなるか見ろ。お前は引っ返して例の二人をもう一度説得してみろ。はい。頑張れよ。さあ安全なところへ行こう。立ち退くんだと言ってくれ。いいえ。踊ってほしいと言っています。踊ってる暇はない。あの砲撃が聞こえるだろう。今のうち立ち退くんだ。立ち退きません。あの子には門の外は死です。子供が夜を怖がるように、ヤニーヌも外には怪物がいると恐れています。どうせ死ぬなら庭の中で死ぬのがいいのです。あんたがどういうと俺は連れ出すつもりだ。さあおいで、一緒においで。それ以上門の方へ行くなら死んでもらいます。私は落ちますよ。ジャニーヌを助けようとしてるのにあんたわからんのか？ジャニーヌがどうすべきか私が決めます。親代わりの私が。そいつが暴発しないうちに下ろした方がいい。捨てろ。危ないから捨てるんだ。あなたは友達だと思っています。踊ってほしいと言っています。ああ、友達だとも。あんたとも友達だ。だがあんたが受け入れてくれんのだ。友達の証拠を見せなさい。ここで見せるのです。ジャニーヌはあなたが気に入っています。一緒に庭にいれば友達である証拠になります。敵が進撃を始めたら庭なんて跡形もなくなっちまうんだ。それは神だけがご存知です。神の御心次第です。セテンジュリバルスシジュリエスクジュシジュリEst-ce que Dieu ne vous plaît pas? Pourquoi vous ne dansez pas avec moi? Janine は悲しんでいます。あの子が気に入らないから踊らないんだと。そう思っているんです。好きだと思う。そう言ってくれ。態度で見せてやらなければダメです。見せてやりなさい。望み通りに踊ってやりなさい。さあ、踊りなさい。
攻撃はますます激しくなりました。援軍はまだですか。どうぞ。ありがとうございます。できるようになり次第連絡する。いつまで持ち伝えられるか分かりません。みんな参っちゃいます。どうぞ。どうすれば移動してよし。判断は任せる。どうぞ。とにかく少しでいいから援護してください。どうぞ。さあ退却だ。引き上げるぞ。退却しろ。さあ行け。引き上げろ。もう射程外に出てるぞ。なんて間しか知らねえが、短い滞在だったな。知ってたって発音できゃしんめえ。じゃ隊長、奴ら今夜町を取り返しに行きますかね。まず確実だな。しかしおそらく夜明けを待つだろう。ああ、ドック、お前ないってな。サンダーと出てってやれ。ドック、眠らしとくいい薬ないか。モルヒネしかないですよ。そいつを頼む。目を覚ましてどこにいるか気づくとことだ。早いとこ頼む。チェックメイトキングスより、チェックメイトキングス6へどうぞ。チェックメイトキングス6どうぞ。町の西側にいます。どうぞ。町はどうした。マンホの状況どうぞ。敵に明け渡しました。どうぞ。全員引き上げたか。どうぞ。負傷者を除く全員です。どうぞ。負傷者の数はどうぞ。まだ数えてみませんが、やられています。どうぞ。温かい名刺を届ける。どうぞ。ウェルミュージック。ブトロベラミュージック。うん、大丈夫。ウェルミュージック。大丈夫、みんなここにいるからね。ウェテフ、ウェラミュージック、ラミュージック。なんて言ってる。音楽、あのワルツが聞こえないと言うんです。ジャニーヌ、いい子だからさ、落ち着くんだ、落ち着くんだ。ジャニーヌ、いい子だ、歌うんだ。ジャニーヌ、歌うんだ。大声で、もっとだ。ドク、ドク、歌うんだ、歌うんだ、もっと。さあ、早いとこやってくれ。
これでしばらく持つでしょう。明日の朝病院に送ってやってくれよ。でもあなたがいなくては。明日何かあるでしょう。戦闘さ、いつもと同じ戦闘だよ。サンダース、今のうちに少し食っとけ。今あったかい飯が届いた。持ってきてあげよう。損害は負傷者が出た。夜明けに補充兵員を呼ばせそうだ。敵がそれまで待っててくれますかね。歩ける負傷者もある。あの二人を一緒につけて病院にやろう。いいでしょう。どうだ。どう。俺だってあの際は焦るようになかったろう。さあ、置いてくるべきだったかもしれないです。あるいはばあさんの言う通りだったかもしれない。罪なき者は神が守るってことか。いや、こうじゃないんですか。砲弾は所嫌わず落下してたが、あの子は何か不思議な力に守られて2日間生きてきた。俺たちも同じだろう。セレスト、セレスト、うん、彼女どうした、うん、ジャニーヌは、うん、あ、大変、モンドゥどうした、サンダース。どうしました。娘がいない、夜の間に出てったら家へ帰ったのか。多分そうでしょう。どうしたんですか。どうした。敵は攻撃をやめた。まだ町へ入っておらんかもしれない。行って連れてきます。ジャニーヌは俺が連れてくる。私がジャニーヌを連れてきます。行かせてください。行きましょうか。ね、大丈夫。ダメだよ。ジャニーヌ守らせたまえ。犠牲を呼べ。守らせたまえ。聖母マリア様。
チェックメイトキングズ以上。用意しろ、出撃だ。ああ、そうです。なるほど。釘付けですね。あの機銃をやっつけんことには死ぬまで釘付けだ。ビリー、敵は何名だ。軍隊みたいに見えます。でもはっきり分かりません。うまく隠れてるんで。とてもそこまで行けません。タンクにとっつければいいんだが。待て、ケリー、セロ。
撃。大丈夫かケリー。心配すんなカービー、そう簡単に死んだりはしないよ。いつ進撃始めるんですか。砲兵隊が前線を完全に叩き潰したらすぐだ。今のところは穴守りだ。余計な世話だったようだ。すまなかった。あなた、あの子に優しい人がいること分からせてくれたのです。あの子にはそれが必要でした。これからは良くなるでしょう。そうだといいが。じゃあさよなら。さよなら、ムッシュ。行くか、文蔵。これね、分隊にもらった特別功労賞です。バラの勲章です。